お父さん、私は無事大人になりました。この通り健康状態は良好。元気いっぱいです。私の少女時代の思い出で印象深いのは修行のことでしょうか。失敗することもあったけど、今ではそれも楽しい思い出です。そういえば、アルバイトなんかもしましたね。大人に混じって働くのって大変。それに、男っぽい仕事が多かったでしょ？今思えば貴重な体験でした。でも私って、職場では意外と評判良かったんだから。ともあれ、私も大人になりました。今までは何をやるにもお父さんに頼っていたけど、今日からは自分自身の力で生きていきます。これまでの経験を生かして頑張りますから、温かく見守っていてくださいね。あれ、お嬢ちゃんすっかり大人になったね。今どんな仕事してるんだい？それが、まだ仕事を決めてなくて。じゃあダメ元でちょっと誘ってみようかな。ん？墓守も今は人手不足なんだ。仕事がないなら墓守にならんか。君なら経験者だし。若い美空で墓守ですか。確かに墓守はしけた仕事に見えるが、とても大切な仕事だ。どんな職業も皆奥が深い。バカにしちゃいかんよ。そうですね、私が間違ってました。バランさん、私を雇ってください。分かってくれればいいんだ。さあ、共に死者の霊を慰め、霊魂の安息の地を守ろう。私、幸せです。死者の霊を慰めて暮らすのも悪くないものよ。勇者よ、あなたの父親ぶり、とくと見せてもらいましたよ。あなたの娘は人間の大人として恥ずかしい能力ですね。あなたは情けない親でしたね。しかしあなたの娘は罪深い子。彼女はこの罪を生涯背負っていくことになるのね。すべてあなたが招いたことですよ。このくらいの職に就いたのは、まあいいでしょう。それぞれの道ですから。その後、彼女はあまり良い働きではなかったようね。それにしても、無事婚礼を迎えられて、私も嬉しく思います。良いお母さんになれれば良いのですが。さて勇者よ、あなたの娘はもともと天界の子。それが地上の汚れにまみれ、少女の頃の輝きを失ってしまったようです。これも運命とはいえ不憫なこと。あなたにこの子を託したのは間違いだったかもしれません。